アメン。おはようございます。英語聖書の時間です。できるだけ楽しくですね、楽しく英語と聖書を学びたいと思っていますが、なかなかこの世の勉強っていうのはですね、意外と、退屈というかつまらないとか、あまり子供たちはね、勉強はあまり好きじゃないと思うんです。どうでしたか？勉強好きじゃなかった？授業退屈でしたか？でもチェアスクールはですね、楽しく勉強したいんですね。チェアスクールの勉強楽しいですか？アメン。チェアスクールの勉強、言わせてるかどうかわかりませんけど、そうじゃない？あ、本当、ありがとうございます。チェアスクールの勉強楽しいということで。なぜ楽しく勉強しなきゃいけないかというと、その真理を学ぶっていいことじゃないですかね。真理を学ぶことによっていろんなことが分かってくるわけですよね。そして学べば学ぶほど、大人になっていくわけですね。でも世の中の勉強は学ぶというよりも何か試験のために頑張るみたいなね、目的がですね、試験なので、プレッシャーがあるわけですね。勉強しなきゃ、勉強しなきゃ、みたいなね。で、親も、勉強しろ、勉強しろって言うわけですね。言われました？あ、言われました。おかしいな。クリスチャンはあまり言わないはずなんだけど宿題がな。結構時間かかっちゃったりとかしてて。宿題をね。宿題ないっていいでしょ。試験がないっていいと思いませんか？ね、チャイスクールはですね、宿題もないし、試験もないんですね。逆にちょっとプレッシャーなさすぎますか？どうですか？いい？ない方がいい？宿題ない方がいい？ 夏休み宿題あった方がいい？あった方がいい。本当？あった方がいい。本当？あ、去年もありました。あ、忘れてました。ごめんなさい。去年、夏休み宿題があったそうですが。じゃあ、今年も考えましょうね。はい。それではですね、英語聖書を始めたいと思います。まずですね、ちょっと暑いかな。ちょっと暑い？ちょっと扇風機じゃあ入れてください。それではですね、先週の水曜日が最後だったんですが、そこのところちょっと読みますので、まず皆さん、学んだ方は分かると思いますので、ぜひ、聞いててですね、意味を理解してくださいね。ゆっくり読みますからね、意味を理解してください。じゃあ、いきますね。Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you. Because God the Father has set his seal on him. Then they said to him, What shall we do? That we may work the works of God. Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in him whom he sent. Therefore, they said to him, What sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Our father ate the manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, Most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven. But my Father gives you
the true bread from heaven. For the bread of God is he who... ごめんなさい。For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. And he who believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me I shall lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Amen. わかりました？ちょっとわかった？はい、とてもいいとこですね。今日はですね、まあその続きですね。今日はその続きです。はい、では、じゃあ早速行きましょう。早速行きましょう。はい、小さくなれ、小さくなれ、小さくなれ。小さくなりました。はい、それではじゃあ読みましょうね。 The Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, It is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know. Who is it? Then that he says, I have come down from heaven. Jews は何でしたっけ ?Jews。ユダヤ人ですね。Complained は不平を言うですね。不平を言う。まあ、つぶやくと訳してもいいですね。それから、あとは、ジョセフは何ですか？ジョセフ。ヨセフですね。ヨセフですね。それから、あとはわかりますね。フーズっていうのは、まあ、その人のという意味ですね。その人の。ね。その人の。フームは、その人をとかね。その人にとかいうのがフームですね。それでは訳しましょう。ユダヤ人たちは、その時、ね、イエス様について、まあ、これヒムってありますけど、イエス様って訳した方がわかりやすいので、イエス様についてつぶやいた。なぜかというと、イエス様が言いました。ね、私は、天から、下ってきたパンである。そして彼らは言いました。これはイエスではないか。ヨセフの息子ではないか。
彼の父と彼の母、私たちが知っている父母ではないか、彼が、私が天から下ってきたと、それではなぜ言うのかということですね。結局イエス様は天から下ってきたパンと言ったわけですよね。イエス様が下ってきたパン、まあ、その、それがですね、ここは多分ナザレなんでしょうかね。イエス様の、育ってきた村はナザレ村なんですね。だからナザレのイエスって言うでしょ。ナザレのイエス、それはイエスっていう人たくさんいたんですよ。あちこちイエスっていう名前の人がたくさんいるんです。もうイエスっていうのはユダヤ人にとってはヨシアですね。ヨシアと同じ名前でもうたくさんいる名前なんです。だからナザレのイエスと言わないとよくわからないわけですね。ナザレのイエス、ナザレのイエス、英語で何て言ったかな、ナザリン・ジーザスかな、ナザレン・ジーザス、ナザレン・ジーザス、ちょっと分かりませんが、ナザレのイエスですね。そしてその村の人たちはね、イエス様が小さい時から知っているわけですね。そしてマリアとヨセフも知っていて、でイエス様が大工の子、ヨセフが大工ですから、大工といってもですね、日本の大工とちょっと違うかもしれないですね。日本の大工はこう木を切って作るような大工でしょ。で向こうの大工はね、ちょっと分かりませんが、こう 石で家を作るし、木も扱ってたとは思うんですけど、家を作る大工ならば石を使うということで、ちょっと日本の大工と違うかもしれませんね。ですからナザレの人たちはですね、イエス様を小さい時から知っていたので、そのイエス様が私が天から来たって言った時に、いや、あなたは小さい時からいたじゃないか、小さい時から村にいたじゃないかということで、それでつぶやくわけですね。つまり信じないということですね。イエス様が天から来たことを信じないということです。でイエス様は確かに赤ちゃんとしてこの地上に来たけど、イエス様は聖霊によって、ね、マリアに宿ったわけですね。そのヨセフはお父さんでしたけど、まだそのマリアとヨセフが言い名付けの時に聖霊によってイエス様がお腹の中に、できたわけですね。だから神によってできたわけですね。赤ちゃんがね、それは天から下ってきたということなんですね。天から下ってきて生まれたのは確かにマリアから生まれたかもしれない。でも、イエス様だけがこの罪人の子孫として生まれたんじゃなくて、イエス様だけが天から来て罪のないお方なんです。でもナザレの人たちはそれを知らないからね、そういう状況を知らないから、なぜイエスが天から下ってきたパンなのか、もう全然分かんなかったんですね。それでつまずいたということですね。はい、じゃあ読みましょう。The Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, I have come down from heaven?このフーズっていうのは、彼の父、そして母
ということですね。では次行きましょう。はい。Jesus therefore answered and said to them, Do not murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. ここまでにしましょうね。まあ、therefore はそれゆえにですね。それゆえに。まあまあっていうのは、これ、さっきのコンプレインと同じで、つぶやくですね。つぶやく。つぶやく。つぶやくっていうのは、不満を言うとか、不平を言う、ということですね。それから、unless っていうのは、何々でなければっていうことですね。何々でなければ。で、draw っていうのは、これは、引くっていうことなんですけどね。導くとか、絵を描くのも draw っていうのかな。絵を描くのも draw。それから、raise up。raise up は、この、蘇らせると、この場合には、こう、起き上がる、させるっていうことですけど、蘇らせるっていうふうに訳します。ね。The last day っていうのは終わりの日ですね。終わりの日。終わりの日っていうのは、イエス様が再臨する時ですね。イエス様が再臨する時を、The last day。まだ来てませんよ。これから来るんですよ。これから来ます。はい。それではですね、訳しましょう。イエス様は、それゆえ、答えました。そして、彼らに言いました。あなた方の中でつぶやいてはいけません。誰も、ね、誰も、私を使わせた父が、その人を、この、導かなければ、私のところに来ることはできません。そして私は、終わりの日にその人をよみがえらせますということですね。皆さん、そのイエス様のところに来るっていうのは、まあ、イエス様を信じるっていうことでしょうかね。そのイエス様を信じるためには、天のお父様がですね、天のお父様が、引き寄せなければ、天のお父様が引き寄せなければ、イエス様のところに来ることはできない。つまり、イエス様を信じるためにはですね、まあ、神様が選ぶというか、神様が引き寄せて、そしてイエス様を信じるようになるという、信仰っていうのは、ですから、その目に見えませんけどね、非常に微妙なんですよ。ただ信じる信じないっていうことだけじゃなくてね、神様がこう、ね、こうイエス様のところに引き寄せて、その信じる心を与えないと信じることできないんですね。そういう準備っていうか、用意がないと信じることができない。神様の許しの中で、神様の許しの中でイエス様を、まあ、信じていくんですね。不思議でしょ？ね。でもイエス様は、その、借り入れが3ヶ月後だと思っちゃいけないと。もう色づいてるから、今が借り入れ時だともおっしゃってるわけですね。つまり信じる人が、こう用意されてるっていうことなんですね。信じる人がいるということですね。はい、それでは読みましょう。
借り入れじゃなくて借り、借り入れ、借り入れ、あの収穫のことですね、収穫のことです。はい。 Jesus therefore answered and said to them, Do not murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. 次行きましょう。It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father, except he who is from God. He has seen the Father. プロフェッツは、あの、まあ、預言者たちですね。預言者たち。ただ、ここに座がついてますよね。で、この場合にはですね、まあ、預言者たちという意味もあるんですけど、預言者たちの、預言者の書というふうに訳します。ね。預言者たちとも訳せますが、預言、旧約聖書にはね、その預言の書っていうのがあるんですね。まあ、イザヤ書とかエレミア書とか、そういう預言者たちが書いた書のことを、預言の書っていうんですね。預言の書。あの、聖書にはね、預言の書とか、歴史とか、いろいろあるでしょ。福音書とかいろいろある。で、そういう預言者が書いたところが預言の書ですね。預言の書。で、トーブとは、これは教えられたんですね。神によって教えられた。それからハードは聞いたですね。聞いた。ラウンドは学んだ。それから、エクセプトは何々なしでということですね。なしで。では、訳しましょう。ね。このカーソルを見て訳し方を覚えてくださいね。このカーソルでどうやって訳すかを学んでください。預言書の書に、書かれています。そして彼らは、神によって、彼らはみんな神によって教えられている。それゆえ、聞いて、父から聞いて学んだものは誰でも私のところに来る。父から来た、ものが、もの以外には、ね、父から来たもの以外は、誰も、ね、誰も父を見た者はいない。と、こう訳しますね。はい。結局ですね、あの、さっき、あの、父が引き寄せない限り信じないと言いましたけど、まあ、預言者の書、どこでしょうね。45だから、ちょっと待ってくださいね。45。ちょっと調べてませんが、45。イザヤ54-12、エレミアの31-34。イザヤ54-13とエレミア21かな、これちょっと見えないです。ちょっとこう虫眼鏡で見ないと見えません。エレミア31-34ですね。まあ、そういうところに書いてあるんですが、なんて書いてあるかというとですね、まあ父から聞いて学んだすべてのものがイエス様のところに来る。ね。その、要するに、イエス様を信じる
ためには、まあ、神様から聞いて、神の言葉を聞いて、神から学んだものが、まあ、イエス様のところに来る。要するに、学んでなければ、また神の言葉を聞かなければ、まあ、イエス様のところに来ない、ね。イエス様を信じるっていうのは、そういうステップがあるんだよということですね。神の言葉を聞かない者がイエス様を信じにくいんですね。神から学んでない者はイエス様を信じにくいんです。そういうふうに、すべての人はですね、まあ、ある意味では神から学んでるんです。神から学んでいて、いろんなことで学んでて、それでだん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 イエス様に引き寄せられてくるわけですね。だからあまり神様から学んでない人は、イエス様を信じようとしないわけですね。そして、そのイエス様以外、神から来たものってイエス様ですよね。イエス様以外には誰も父を見た者はいない。人間で父なる神を見た者はいないんです。イエス様以外に、ね、父なる神を見た者はいません。はい、それでは読みましょう。ね、It is written in the prophets and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except he who is from God. He has seen the Father. あ、ごめんなさい。このとこ訳さなかったね。神から来た、もの以外は誰も神を見たことはありません。彼が父を見てきたのですということですね。こうちょっと最後訳さなかったね。はい、じゃあ次行きましょう。Most assuredly, I say to you,He who believes in me has everlasting life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. ここまでいいですかね。難しい言葉はマナやりましたよね。マナっていうのはなんかあの綿菓子みたいな白いですね、甘い味がするマナがですね、あのイスラエルの人たちが40年間荒野でさまよったんですね。その時ですね、毎朝マナが降ったんですよね。まあそれが超自然的なことなんですね。でそのマナをみんなが集めて食べたんですね。人間はですね、神様に養われるということを教えています。人間は、神様に養われてるんだよということですね。でこの8は食べたですね、食べた。でワルダーネスはこれが荒野ですね、荒野、荒野ですね。それじゃあ訳しましょう。誠に誠に私はあなた方に言います。私を信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べました。そして死にました。で、こういうことですね。ですね、まあイスラエルの先祖の人たちは、まあ、マナを食べたんですけど、でもマナを食べても、まあ、結局死んじゃったわけですね。しかしイエス様を信じる者は、ね、イエス様を信じる者は死なないで、ね、永遠の命を受ける。まあ、肉体は死ぬんですけど、復活する、ね、イエスキリストを信じる人は復活して、永遠の命、永遠に生きることができます。
それでイエス様は、私は命のパンですと言ってるわけですね。マナは、マナを食べてもイスラエルの先祖たちは死にました。でも天から下ってきたイエス様を信じる者は永遠に生きるんです。信じますか？アメン。皆さん信じますか？イエス・キリストを信じるというのはね、まあ、マナは一つのモデルですね。天から降ってきたマナはイエス様のモデルであって本物ではないんです。でもイエス様が本体というか、天から下ってきた本体、それがイエス様です。皆さん本当です。本当なんですよ。イエス・キリストを信じるということは永遠の命を持つことなんですよ。本当なんです。それを皆さんが、体験してほしい。永遠の命を体験してほしいですね。永遠の命がないと生きる元気がありません。永遠の命がないと生きる喜びがありません。永遠の命がないと生きる力がないです。多くの人は生きる、ね、力がなくて生きているので疲れるのです。苦しいのです。多くの人がなぜ人生が苦しいんですか？永遠の命を持ってないからですね。永遠の命がないと生きることは辛いんですよ、皆さん、ね、じゃあちょっと訳しましょう。あ、訳すじゃなくて読みましょう。 Most assuredly I say to you, He who believes in me has everlasting life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. そこまでですね。では次は、はい、ここなかなかこれ難しい。合わすのが難しいね。じゃあ行きましょう。This is the bread which comes down from heaven that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread,He will live forever. And the bread that shall I give is my flesh, which I shall give for the life of the world. また戻します。難しい言葉は、リビングブレッド。これは、生きてるパンかな。生きてるパン。生けるパン。生けるパンかな。それから、あと難しい言葉は、フレッシュ。フレッシュは、これは肉ですね。肉。食べる肉という肉じゃなくて、まあ、なんていうのかな、霊に対して肉というね、霊に対して肉というですね。じゃあちょっと訳しましょう。これは、天から、下ってきたパンです。それを食べるならば、食べるならば死にません。私は天から下ってきた生けるパンです。もし誰かがこのパンを食べるならば、彼は永遠に生きます。そして、私が与えるパンは私の肉です。それは、私が、世の命のために与えます。それをですね。
それを私は世の命のために与えますとこういう訳しますね。それでは説明ですけども、イエス様はとても大事な、ね、分かりやすい大事な真理なんですね。そのパンを食べるって分かりやすいじゃないですか。パンを食べる、私たち日本人だったらご飯を食べるもんなんですけど、まあ、ご飯を食べるでもいいんですけど、欧米ではパンを食べるじゃないですかね。だからパンを食べるっていうのは、食べるっていうことは人間にとってとても大事なことでしょ。ご飯を食べないと生きていけないわけじゃないですか。で、イエス様はね、そのパンを食べるっていうことでとても大事なことを教えようとしてるんです。それは、イエス様が命のパンで、私のこの命のパンを食べたら、ね、永遠に生きるよ、永遠に生きるよと言ってるわけですね。で、これがですね、どういう意味かというと、イエス・キリストを信じる、ね、イエス・キリストを信じる、イエス様の言葉を信じる、イエス様の言葉をこう学ぶということが、その命のパンを食べるということですね。イエス様を信じて、その御言葉を信じることが、その食べるということです。そしてそうしないと永遠の命がもらえないんですね。皆さん、このことがとても大事なんですね。このことがとても大事です。もう本当に、キリスト教のその、最もこう中心的な教えなんですね。中心的な教え、それはイエス様が命のパン、天から下ってきたパンで、それを食べるという、ね、これがとても大事なポイントです。皆さんはまさにですね、まあ、イエス様の御言葉は今食べてるみたいなね、今食べてるわけですね。皆さん本当に永遠に生きるんです。私たちは、もう年取って死んで、私みたいに年取って死んで終わりじゃないんです、ね、皆さんね。皆さんは若いからね、もう死ぬことなんて考えてないかもしれませんけどね、皆さんで年取れば死ぬんですよ。わかるでしょ。だから誰だって年取ったら死ぬんですけど、しかし、私たちは永遠に生きるという、希望を持てるんですね。ですからクリスチャンは、この死ぬことを恐れませんね。むしろ天国に行きたいと思うようになります。ぜひ皆さん、イエス様を信じて永遠の命を受けてください、ね、永遠の命があればこの人生は楽しくなるんです。生きる意味をですね、持つことができるんです。多くの人はね、生きる力もなければ生きる意味がないんです。その永遠の命がなかったら、もう大変ですね。疲れちゃうんですね。はい、じゃあ読みましょう、ね。This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever.And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. この最後のとこ見えなくてすいません。The life of the world。ね。次行きましょう。まだもうちょっとあるね。もうちょっとあります。からですね。The Jews therefore quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
Then Jesus said to them, Most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.クアレルはね、喧嘩するとか、議論、口論ですね、クアレル。口論とか、喧嘩とかいう意味かな。アマングっていうのは、まあ、彼らの中でということですね。彼らの中で。それから、あとは、あとはないかな。ブラッド。ブラッドは何？血ですね、血。それでは、訳しましょう。イエス様は、それゆえ、あ、ごめんなさい、イエス様じゃなかった、ユダヤ人だった、ごめんなさい。ユダヤ人はそれゆえ、彼らの中で、口論した、ね。そして言った、どうやってこの人は、この人の肉を食べるために私たちにくれるんだろう、ね、私の肉を食べなさいってイエス様は言ったわけですからね、そういうふうに、まあ、どうやって食べるんだって言ったわけですね。それでイエス様は彼らに言いました。誠に誠に私はあなた方に言います、あなた方が、人の子の肉を食べ、ね、血を飲まなければあなた方に命はありません。わおわお、ね、人々はですね、まあ、ユダヤ人はどうやってイエス様の肉を食べるのかと議論したんですね。そしたらイエス様がですね、もう一度繰り返していったわけですね、人の子の肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません、もちろんこれは永遠の命ですね。肉の命はあるでしょうけど、皆さん本当にイエス様の肉と血が命なんですね。イエス様の肉と血が、電話来ちゃってますね。ちょっと出れませんね、イエス様の、血と肉を食べて飲まなければ本当に命がありません。じゃあ、訳しましょう。 The Jews therefore quarreled among themselves saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to themMost assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. はい。なんか繰り返してるようですけどね。やっぱり大事だからですね。こう、大事な真理。だから、まあ、繰り返してるんですね。本当に大事な真理です。じゃあ次行きましょう。ちょっとマナーに入れとかなきゃいけないですね。すいませんでした。はい、行きます。 Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise him up at the last day for my flesh is food indeedMy blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. まあ本当にこう大事なことなので、もう繰り返しイエス様おっしゃるんですね。だから皆さん、真理っていうのは繰り返
して学ばないと分かんないんですね。一回聞いただけじゃ分からないですね。繰り返し繰り返し御言葉を聞かないと分かりません。フエバーは誰でもですね。誰でも。エターナルライフは永遠の命ですね。それから、レイズアップはさっきやりました。蘇らせるですね。蘇らせる。インディード、これは本当のという意味ですね。本当の。このディードだけだと行いのことをディーズって言いますが、インディードは本当のという意味があります。それから、アバイズ。これは、住む。ね。住むという意味がありますね。住む。じゃあちょっと訳しましょう。誰でも、ね、誰でも私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。そして私は終わりの日に、彼をよみがえらせます。なぜなら私の肉は誠の食べ物、そして私の血は誠の、飲み物だからです。私の、肉を食べ、私の血を飲む者は私の中に住みます。そして私は彼の中に住みます。アメン。まあ本当にこれはとてもとても大事な御言葉なんです。もう本当にキリスト教のね、もう本当に大事なポイントなんです。ですからイエス様は繰り返し繰り返し言うんですね。もうそのイエス様の強調点ですね。イエス様の強調点。それはそうですよね。その、イエス様が十字架にかかったのは私たちにイエス様の肉をあげ、また血をあげるためなんですね。そのイエス様の肉を食べ、血を飲むことによって永遠の命を持ち、終わりの日によみがえる。これがキリスト教ですね。ですから、その、イエス・キリストを信じるっていうのはそういうことなんだということですね。イエス・キリストを信じるっていうのはイエス様の肉を食べ、血を飲むんだという。ね。まあなんかこう、本当の肉を食べたら残酷だし、本当の血を飲んだらびっくりですけど、そうじゃないですね。もちろん霊的には本当ですね。だから、霊的には、その、イエス様の肉が本当の食べ物で、イエス様の血が本当の飲み物ですから、霊的にはそれをしなきゃいけないですけど、この目に見える肉とか血ではないですね。ぜひ皆さん、その、信仰というのは、こういうことなんだということですね。信仰というのはイエス様の肉を食べ、血を飲むこと。それはイエス様のその御言葉を、信じるということですね。そして皆さんが毎日、伝道部屋に来ているということは、まあ、毎日食べているということにもなるわけですね。ですから皆さんね、毎日来てくださってありがとうございます。皆さんは毎日食べてますよ。イエス様の肉を食べてますよ。イエス様の血を飲んでますよ。アメン。そしたら私のとこに住む。そしてイエス様も彼の中に住む。つまり、そしたらイエス様と一緒にいれるんだよ。神様と一緒に生きる。神様と一緒に生きる。それが永遠の命なんだよ。多くの人は神様なしの人生です。それは悲惨です。平安もなければ喜びもありません。イエス様と共に生きることが平安であり喜びなんですね。じゃあ読みましょう。Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Amen. Amen. 次行きましょうね。あ、これでおしまいになるかな。これ最後までやっちゃいましょう。あ、時間も来ちゃってますね。時間が押してました。
じゃあ急ぎましょう。 As the living father sent me and I live because of the father, so he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. こうちょっと上げましょうね。 He who eats this bread will live forever. These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. あ、ここは読まなくてもよかったかな。ごめんなさい。57まででした。ごめんなさい。57までね。じゃあ、単語いきましょう。単語はですね、難しい単語は、フィーズ。フィーズは、まあ、食べるでもいいですね。食べる。それから、ないですね。特別ない。じゃあ、訳しちゃいましょう。ね。訳しましょう。生ける父が、私を送ったので、ね、生ける父が私を送ったので、私も行きます。なぜならば、父のゆえに、父のゆえに、それで、私を食べる者は、行きます。私のゆえに彼は行きます。あ、ごめんなさい。もう一回ちょっと訳し直しましょう。ね。生ける父が、私を、送ったように、父のゆえに私も行きます。それで、私を食べる者も私のゆえに行きます。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が、マナを食べ、そして死んだようではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。はい。まあ、繰り返しですよね。同じことを繰り返してます。皆さん、その、父がですね、天の父が生きているように、イエス様も生きます。そして私たちもイエスキリストを食べるというのは、まあ、信じる、従うということですね。イエスキリストを食べる者が、生きる。永遠の命を生きる。これがキリスト教ですね。皆さん、とても大事なポイントですよ。ぜひ、このことをしっかり覚えてください。永遠の命、ね、永遠の命が、必要なんだ。誰でも永遠の命がなければ天国に行けません。永遠の命がなかったらもう滅んでしまうんです。人間にとって何が大事なんですか？永遠の命なんですよ。多くの人はね、健康が大事です。命が大事です。それはそうですね。肉体の健康、肉体の命も大事ですが、でも本当のことを言うと、永遠の命の方がもっと大事なんです。肉体の命よりも、永遠の命の方がもっと大事ですよ。皆さん、永遠の命を持ってますか？永遠の命を持ってますか？ぜひ、永遠の命を持ちましょう。ね。そして、それは、天から下ってきたパン、命のパン。
イエス様の御言葉を信じること、学ぶことですね。あ、時間来てしまいましたね。それでは、お祈りして終わりたいと思います。次回は水曜日ですね。水曜日に、箇所はまだ決めていませんが、水曜日やります。10時からね。では、祈ります。Father in heaven, thank you for today's class. We could learn about the eternal life if we believe in Jesus, if we eat the bread of life from heaven, we will have the eternal life.Please give us the food indeed and the drinks indeed. We eat the bread indeed and we drink the drink indeed. Please give us the eternal life. Please giveEternal life, and we believe in you, we obey you. Please bless listeners, please bless this class, please bless Japan, please bless all people in Japan, please bless the world. Please make them to eatThe bread of life. We pray in the precious name of Jesus. Amen. Amen. Precious っていうのは尊いという意味ですね。だから precious name は尊い名前ということですね。はい、皆さんありがとうございました。それじゃあ、ぜひ信仰でありましょうね。信仰でありましょう。欲を求めないで。信仰を求めましょう。イエス様の、パンを食べ、イエス様の血を飲みましょう。アメン。それじゃあありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。